合板の構造合板は、薄くスライスした単板を、多層、接着した木質材料である。英語のプライウッドのプライとは層がいくつも重なった状態、つまり、積層、多層のことを指しており、プライウッドで、積層木材を意味する。日本では、かつては合板を、ベニヤ板または、ベニヤ板と呼ぶことが多かった。ベニヤは薄くスライスした単板のことで、 ベニヤ板はベニヤからなる板ということになるがベニヤ板のことをベニヤを略すこともあり両者の区別は厳密ではなかった。後半は材木を薄くスライスしてできたベニヤを一枚ずつ繊維方向に直行させながら接着して積層したものである。一般に反りを軽減するために様々な工夫がされている。近年の後半では最も一般的には 1>, 1から3ミリメートル程度のベニアを多数枚、大抵は、奇数枚、繊維方向が90度に、つまり直行するように、互い違いに重ねて接着されて、多層構造になっている。稀に、繊維方向が45度ずつ異なる層を重ねた、ものなどもある。後板を構成している層の数は、大抵は奇数である。一つの単板を一種の中心として想定して、その量を、 隣から対照的に繊維の向きを直行させつつ配置していくというのが合板設計における大原則である。対称性を確保することで反りを軽減したり、寸法安定性を確保する。では、月板を偶数用いて合板を作りたい場合はどうするかというと、例えばジャス認定を取得している市販の構造用合板の中には、単板の枚数が4枚や6枚など偶数に、 なっているものも一般的に市販されているが、この場合、中心の2枚の単板は繊維の向きを同じ方向にしてあり、合板の厚み方向から見た繊維の向きの分布はやはり中心対象である。同方向に繊維が走っている中心部の単板2枚は力学的には一層とカウントすべきであるから、このような合板は単板の枚数は偶数でも 総数に着目すると、やはり奇数である。なお、接着剤の豆腐工程での都合を根拠に、単板の枚数を奇数にすれば、単板の両面に一辺に接着剤を豆腐することで、生産工程が簡略化できるから、単板の枚数を奇数にしているのだといった趣旨の説明がなされることもあるが、これは原因と結果を取り違えた不適切な解説であり、正しくない。 合板製造工程における接着剤塗布の方法には複数あり片面に塗布する工程を採用している工場もある。この場合、蒸気のような合理化は成り立たないし、現実にも4枚や6枚、8枚など玉数枚の短板を用いて作られたジャス認定の構造用合板が市場で普通に販売されている。なお、繊維の向きを 直行だけでなく四十五度にした層を加えた、車高型合板もその性能の高さは、古くから研究されており、量産化を目指しつつ試作したものにおいても、従来の合板より、先断性能に優れた結果が報告されている。違法性のある木材を、よりよく使いこなす上で、このような研究は、有望な技術をもたらすと期待されているが、斜め向きの単板を安価に量産することに、 まだ難しい部分があり、さらなる研究が求められている。合板は数千年前から作られており、紀元前3,500年前の古代エジプトに、単板を互い違いに重ね合わせた合板から作られた製品が算出されている。もともとは良質な木材の不足のために、合板は作られた。品質の劣る木の表面に、薄くスライスした木材を接着剤で貼り付けた。 構造的な利点は偶然のものだった。合板を発明したこの方法は歴史の中で繰り返された。例えばアイルランドのシェリダンなどの家具メーカーの多くが合板を使用した。1797年には EN サミュエル・ベンサム・サミュエル・ベンサムが合板製造のための装置についての特許の申請をした。1837年頃には サンクトペテルブルクで機械の製造を手がけていた実業家イマニュエル・ノーベルによって新幼児のマルタからロータリーレースによって得られた単板を使った合板の発明がされた。イマニュエルは発明で財を築いたためアルフレッドに複数の家庭教師をつけ科学をさらに学ぶためにパリやアメリカへの留学する資金ともなった。19世紀中盤に最初のロータリーレース機械が アメリカ合衆国に設置されて以降、後半は安価な建築資材として世界中に広まっていった。日本では1907年に浅野吉次郎が独自にロータリーレースの機械を開発。拠点であった中京地方を中心として後半機械の製造や後半の生産が非常に盛んになった。特に名古屋の堀川沿いには名古屋港からの木材を加工する大小の 合板工場が林立していた。1950年代に尿素系の接着剤が普及するまでは、剥離の発生など粗悪なイメージを払拭することができなかった。様々な分類法がある。材料となった樹木の種類による分類、材料となった単板の仕上がりの状態による分類、強度や合成による分類、用途による分類、放出される。 ホルムアルデヒドの量による分類などである。なお合板は一般に水にかなり弱いが、船で使用するために特別に耐水性を強めた合板をマリーンプライウッドマリン合板という。効果だが船舶の内装のほか船の種類によっては外装に使われることもある。米国では柔らかい木材の合板の端板に着目して A、B、C、 D の4つのグレードに分類されている。N という等級も一応ある。クラセファケーションオブソフトウッドプライウッドレイ o スピーシーズ g t h ストレングススティファネスといい、グループ1からグループ5までの5つのグループに分類されており、それぞれのグループごとに含まれる樹木の種類と産地の組み合わせがリスト化されている。例えば、グループ1のリストの冒頭は以下のようになっている。 例えば、グループ1に含まれるのは、ブナでは、アメリカンビーチのみ、カバの木では、スイートバーチとイエローバーチのみ、ということになる。日本のオリン企画では、ロータリーレースまたはスライサーにより切削した、短板3枚以上を、主としてその繊維方向をお互いにほぼ直角にして、接着したものを合板としており、建築物の構造用に用いられる、構造用合板。 コンクリートの型枠に用いられるコンクリート型枠用、合板、特に用途を定めない、普通合板、構造用合板の表面等に美観を目的とする、短板を張った化粧張り構造用合板、普通合板の表面等に美観を目的とする、短板を張った天然木化粧合板、普通合板の表面等に、プリント、塗装等の加工をした、特殊加工化粧合板の6種類を定めている。 かつては普通合板について、難燃処理や防炎処理が定められていたが、2014年の改正で廃止された。上述の通り、コンパネは、あくまでコンクリート型枠用合板のみのことであり、すべての合板をコンパネと総称するのは間違いである。ホームセンターなどでも売られている、品合板は、天然木化粧合板のうちでも表面に品の木を用いたものである。 構造用合板には強度等級があり、住宅等の構造上重要な部分には必要な強度の構造用合板を用いなければならない。日本のお臨企画では合板中の接着剤から放出されるホルムアルデヒドの量についての性能区分もあり、合板750平方センチメートルから24時間に、 放散するホルムアルデヒドの量が平均0 3ラム l 以下である貝から5 0ラム l の貝の4段階の区分がある。現在では大半の製品が貝を取得しているが製造にホルムアルデヒドを発生する接着剤を使っていないわけではなくその有利を抑制するキャッチャー剤を配合しているだけで依然として多くの合板でホルムアルデヒドを原料とする。 接着剤が使われている。国立三輪科学院国時代2015から8号、木材製品の規格と品質基準では普通合板、コンクリート型枠用合板、構造用合板、表面加工合板に分けられる。日本において合板の材料となる原木は輸入材が大部分を占めており、大規模な工場生産が始まってからは、国産材はほとんど使われていない。 熱帯雨林産のラワンやメランチといった紅葉樹材がほとんどの時期もあったが最近では原木の入手ーシュナンからロシア産から待つニュージーランド産ラジアータパインといった新葉樹材を原料とするものが増えている。また2001年までは国産材の割合は140から200銭立方メートル3から4%と極わずかであったが2008年には2 1 3 7千立方メートル54%と杉を主体として合板の使用原料となっている。国産材が使われていなかった理由としては林業の衰退によって入荷量を確保することが難しいことや国産材の多くを占める杉の性質は合板に向いていないことが挙げられるが外国産信用樹原木の先行き不透明感に加え二千二年からの林野町の 新流通システム事業による後押しなどが構想し、また、杉向きの製造装置の導入や、各地での合板向け国産材原木の取りまとめなどにより、これらの課題は克服されつつある。合板の製造方法の概念図合板を製造するには、最初にロータリーレースと呼ばれる装置を用いて、原木から中間性生成物である単板を作る必要がある。この装置は、 原木丸太の中心を軸に回転させ、歯を当てるもので、丸太は大根のかつら向きされて、薄板となって出てくる。これを、所定の長さでカットし、乾燥させることで短板が作られる。木目の美しさを重視する、家具用の合板の場合、スライサと呼ばれる装置を用いて、平削りによって短板を作ることもある。次に、短板に接着剤を塗布し、 通常は繊維方向を互い違いに重ねて単板の堆積物を作成する。この堆積物にホットプレスと呼ばれる装置を用いて熱と圧力を加えて接着剤を完全に硬化させることで合板が製造される。この製造工程ではロータリーレースとホットプレス以外の機械装置は特に必須でないため今でも発展途上国にはほとんどの工程を手作業によって 合板製造が行われているところがある。一方、先進国では機械化が発達し、例えば、ロータリーレースの改良により、これまで合板に不向きだった直径の小さな原木からも合板が製造できるようになってきている。石油化学が発達する以前は、ニカワなどの天然物質が使われており、製造工程の精度の悪さとも相まって合半には剥がれやすい。 ベニア板という粗悪なイメージがあった。石油化学が発達してからは、透明で安価な尿素樹脂、あるいは耐水性を改善した、ユリアメラミン樹脂接着剤が使われてきたが、これらは、経年劣化により、徐々に分解して、ホルムアルデヒドを発散することが問題となっている。現在は、製造時に加えるホルムアルデヒドを必要十分な量に抑えること。 そして分解で生じたしたホルムアルデヒドを吸収、分解するキャッチャー剤を配合することで対策されているが、それでも過敏な小児において、シックハウス症候群やアトピー性皮膚炎などの原因になることが報告されている。構造用の信用樹合板では、フェノールマイナスホルムアルデヒド樹脂系接着剤が多く使われている。これは耐久性に優れており、 科学的に安定であるためホルムアルデヒドの放出も少ないが透明ではなく濃い褐色をしているため家具や木工用製品としては好まれない。近年は成分に全くホルムアルデヒドを含まず色の薄いイソシアネート樹脂系接着剤も使われるようになっている。これはフェノール系よりやや高価であるが特定の重合促進剤を添加すれば 硬化に必ずしも高温を必要とせず摂氏40度程度でも30分で硬化するので他の熱硬化型接着剤で問題となるパンクが生じにくいという利点もある。製造条件が比較的良いになるので材料のコストが上がっても生産性向上による製造コストの低減により最終製品のコストはむしろ下がる場合もある。なお、イソシアネート系接着剤は セルロースやリグニンの水産元と反応して、分子レベルで木材繊維と接着するため、フェノール系よりも硬化後直後の性能は良いが、経年劣化の度合いはやや大きいことが分かっており、比較的新しい材料であり、使用実績の年数も短いため、信頼性を特に必要とする分野にはまだ採用されていない。木材は糖質性がある素材であるが、後半においては、 多数の接着層が存在するために、極めて糖質抵抗が高い素材となっている。そのため、住宅用建材としては、壁内結露の問題を回避するために、あえて安価な合板を使用せず、糖質性のある火山性ガラス質複層板を選択することがある。耐久性は、しばしば無垢材と比較検討される。各種協会の自主検査などによって、 接着剤の種類にもよるが20年程度は、規格内の強度が保たれる事例が多いとされているが、20年以降の耐久性を証明する報告はなく、概ね20から30年前後が寿命と考えられている。後半の劣化には水分が大きく関与しており、近年では耐久性を高めるために、接着剤を浸透させた木材を使用した商品なども開発されている。 主な用途を挙げるだけでも様々な用途に用いられている。例えば火器のようなものである。また住宅周りでは、積雪地域では使われなくなった建物の窓が、冬季に雪の圧力で割れるのを防ぐ。台風が多い地域では飛来物から窓を守る。など、公共の建物では、体育館やコンサートホールなどの建築材料として多用されている。楽器、音楽関連では、 カキのものなど、スポーツ関連の中ではカキが注目を集めやすい。軍事用途では、とうとう特殊な用途や少量使われる用途などまで上げていくと、合板の用途には再現がない。2006年に世界各国で生産された合板は7430万立方メートル。国別では生産量は多い順に中華人民共和国、アメリカ合衆国。 マレーシア、インドネシア、ブラジル、日本。消費量の多い順は中華人民共和国、アメリカ合衆国、日本である。国内の旺盛な需要に応えるため、19世紀から大規模な工業的生産体制が整えられてきたこと、ロッキー山脈を代表する森林地帯を抱えることから、後半の一大生産、消費地の座を占めてきた。 原材料となる針葉樹の資源が減少傾向にあることや安価な輸入合板に押され生産量は年々前減傾向にあるが2005年時点の国内生産量は1365万立方メートルを誇り世界第2位の座を確保している旺盛な建設需要に対応するため合板の製造量は年々拡大し続けている原材料は ロシアからの北洋剤が中心ではあるが、東南アジアからの南洋剤も用いられている。国内産のポプラなどは若干併用される程度。2006年の国内生産量は2500万立方メートルであり、国内需要を満たすばかりではなく、アメリカ合衆国や日本などへ向けて830万立方メートルが輸出されている。シベリアの森林資源を有するロシアでは、 古くから木材産業が主力産業の一つとされていた。しかし、多くは丸太などの素材生産であり、合板などの付加価値をつけた生産品は2000年代以降に活発になった。2008年の国内生産量は260万立方メートルと中国などと比べて桁が一つ低いが、北洋材に高い関税をかけるなど、原料段階で合板の価格形成や、 生産量の面で主導権を握ろうとしていることが特徴。今後は生産量が高まるものと見られている。第二次世界大戦中には航空機に使用する高品質な金属を節約するためデルタ合板が開発された。国土の多くが熱帯ウ林で占められているため古くから木材生産が活発に行われてきたが1985年に 自国の資源保護と産業育成のため、丸太の輸出を禁止。以後、合板など、付加価値をつけた製品の製造輸出に注力してきた。現在、生産量で、世界第4位の座を占めている。日本向けの輸出も多い。日本では、合板の利用法としては、家具や造作材、コンクリートの型枠としての利用が主であったが、構造用合板として、 住宅の壁や床に利用されるようになってから、需要が拡大した。最近では 12mm 以上の厚物合板が、床に利用される例が増えてきている。2004年時点の国内生産量、輸入量、及び紅葉樹、新葉樹合板のシェアを示す。以上のように、合板生産は、日本国外への移転が進んでいるが、国内生産においては、 新葉樹合板の生産が非常に多くなっており、インドネシアやマレーシアなどからの輸入合板については、紅葉樹合板の輸入がほとんどを占めている。ありがとうございます。